はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。さあ今日は MX9 の SMG ですね、初期 SMG 使っていきましょう。とりあえずね、ラピファまで解除したんで、まあある程度使えると思います。ちょっとね、今作今のところ SMG があんまり強く、あれ今のもあれって感じなんだけど、強く感じない。まあ若干 AR にレート負けしてるというか、まあ本当、まあ、今までのワールド2とか特に SMG が強すぎたのもあるんですけど、しっかり距離詰めないとなかなか勝てないですね、 SMG は。まあこれが本来の SMG って言えるのかな。まあラピファつけてやっといい感じかな。これで早くしないと次の敵が来ちゃうよ。オーケー、リロードして、今なんかここに置いてみようかな。ここ BO1 のマップですね。難しい敵の UAV。 おビリビリしてるから、その先に敵が湧いてるね。オッケー、ダブルキルで、これ2階にいるから倒していく。オッケー、多分脇はどうだろう、やっぱこの下にいるよね。ナイスキル。次のエリアどっちかな。BO1 の頃はハードポイントが なかったんでね。こっちか、次は。こっちは。多分奥でワンチャン湧いてくるから、まだ来るかも。あー待って、ヘリ呼びたかったのに。やばい、かなり、やられてんな。ヘリコプターまで呼びたかった。今回はストライクチームね。高スコアストリーク積んでるんで。は絶対呼びたいぞ。誰だな、湧いてきちゃってるな、奥から。なんかそこおるんだけど、若干見えるんだよな。どっちが来るかな、先に。正面かで、なんかもうエリア変わっちゃったか。おおヘルスト呼びたいけど、呼んでもな、次のエリア部屋の中だから当たんないね。リスポーン変えないとな。多分ずっと湧いてくるんだろ、ここで。うわー、後ろに有刺鉄線。これは入れないから、先にセンターやって。OK、ナイス。これで取り返せたかな。どうしよう。ヘルストーム呼びたいね。いや、一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。ここで焦ってヘルスト出しても、味方後ろ見てない。なんだこれ、もう登るんじゃないよ。当たるかな。1枚2枚は飛ばせる。 OK、 なんとか高キルスを出して逆転したいですね。これはタクティカルリインフォースメントベイ。なんか落ちてったぞ。オッケー、よしよし、まだ来てる。回復できてない。これセンター誰も見てないのが怖いな。タイミング見ていくか。有刺鉄線がある。待ったな。うわ、ガーディアンもいてある。これは無理だな。一旦上取ろっか。点差がとんでもないって。1枚入ってきたね。右か、右奥っぽいね。味方が撃ってたから、やって、よし、 OK。 こっからや、こっから頭回しもカットして。でもダメージ与えた。一旦回復打ちつつ、ナイス、いいぞ、まだ勝てる。キルスト出せれば。こういう時裏来るからな、注意だな。で、上来てるね。やっぱり人来たぞ。オッケー、やっぱラフィアつけてよかった。ラフィアつければダブルキルがいける。で、これでいくぞ。アナイアレーター、あれいない、あれなんでこっちから来ないの。回収か。おっと、リスポーンが違う、もしかして。どうなってんだ。待って、センター来るぞ。これ外した。オッケー。で、これで戦闘機ヘリ。
なんかそこにいるぞ。で、ストライクチーム、これは一旦解除して、薬打ちつつ、どこ行った敵？外周か？オッケーで、ストライクチームと、これ呼んで、敵ここで湧いてたぞ、今。で、ヘルストを、そこと、そこに、おお !3 枚抜いたーからの、オーマイガー何キル ?46! いいね。で、次のエリア逆だった気がするな。いやー待ってくれよ、今の次のリスポン、真逆だよね、確か。なんかこの辺今敵いなかった？いいよ、ストライクチーム、ベータから、ベータと比べてめちゃくちゃね、強くなってるからね。で、ここに、リコンを置きつつ、やべ、こっちはバレてるね。ダメだ。こっちからはいけないから、センターから行くしかない。敵硬いな。いけいけ、ストライクチーム、ストライクチーム。盾がいる、あそこ。左は無理だな、そうすると。なんかストライクチームはなぜか遠回り。わあ、ガーディアン置いてある。そういうことね。それは無理だわ。奥の敵やれた？シールドがいるのか、まだ。いや、きついな。こんなに頑張っ、こんなに倒してるのに、なんかどんどん敵が来るぞ。次のエリアは真ん中だっけ。外周怖いな。とりあえずセンター行くか。でセンターいるでしょ。お薬打ちつつセンター逃げて、次のエリアはこっちだ。外周だ、左の方だ。ん、これは上か。まずいな、上取られてるの怖いな。ここ絶対ヘリまで読みたい。勝つためには絶対ヘリがいる。勝ったんだ。ああ、ナインバンか。ナインバンやっぱ強いな、これ。よし！ヘリ、ヘリストーム、ヘリストーム。待って、上にいるな、これ。まずい！あ、有刺鉄線あんのか。待って、ヘルストレートバスをエリア。ロックオン。オッケー、3枚。3。オッケー。オッケー、ヘリ出たよ。アタックショッパー。で、ストライクシーンも出た。いける。ほら、いける。味方が上見てない。ちょっと僕上行くか。やっぱ湧いてる。で、下もいるね。下から来るな。オッケー、ダブルキル？お薬打って。おお！どうするこれ。じゃあどうすんだこれ。これ絶対ヘリまで呼びたい。まだこっちから来るかな。ワンちゃん追いかけてる。ナイスワンちゃん。次のエリアこっちじゃなかったっけ確か。やばい死ぬ。ナイス。ヘリヘリヘリじゃない、ヘルストーム、ヘルストーム。オッケー、ダブルキル。で今後ろいたな。なんだこの試合は。大丈夫かこの辺。ヘリ呼びたいぞ。くそ、なんでこんな時にジャミングなんだ。やばいやばい。ヘリ呼べてない。うわーって激アツすぎる。外周は大丈夫そう。なんで登れない。あれ呼びたいな。あ、これこれ置いて、センターは絶対押さえる。あ、なんか出た。間違えた。これ絶対阻止だ。後ろで湧いてるかも。やばい。何秒何秒、あと10秒。10秒取られただけでは負けないね。で、ちょっと落ち着いて。次のエリアこっちか。やばいな。いや、かなりやばいです、これ。どうする？味方待って。
1枚やってエリア行くしかないね。いやーこれきつい。いやエリア勝った、エリア入って、エリア入って、うわーマジかよ。ちょっと前半の失点が痛かったな。はい、というわけでこんな感じです。とりあえず MX9 はラピフォをつければそこそこ使えるということで、でまあ武器レベル上がるの大変なんでね、まあ頑張ってラピファまでちょっと使ってみてくださいというわけで、次はバトロナ動画でも上げようかなと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。お疲れ様です。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Hoping when it's gone. Took